日本の高等学校公明イコール神戸、国際大学附属高等学校、家イコール正門過去公明イコール八代、学院高等学校国交私立イコール私立、学校、設置者イコール学校法人八代区院、設立年月期イコール、1963年4月、教学、別学イコール男女教学家庭イコール全日制、家庭、設置学会イコール、 普通期、普通科、国際科学期イコール3学期生高校、コードイコール 28,523E、郵便番号イコール655-0004、所在地イコール、兵庫県神戸市たる肉爆が丘5丁目1番1号、井戸戸イコール34、井戸文2イコール39。 緯度秒イコール2 7 4経ド度,度イコール 135K ドブニイコール3経ド秒イコール44.3地図ズームイコール13外部、リンクイコール公式ウェブサイト、八代学院チャペル神戸、国際大学附属高等学校は、兵庫県神戸市ルミ区学が丘5丁目にある、私立高等学校。ミッション系の学校法人八代学院が運営する、キリスト教主義の高等学校である。 神戸国際大学の付属高等学校である。見学の精神は、聖書の言葉ではないが、聖書に則っ,って決められた。神戸国際大学付属高等学校は、日本聖公会に属するクリスチャンスクールで、日本聖公会は、英国国教会の流れを組む教会のグループで、立教学院、松陰女子学院、桃山学院、プール学院などが、同じ系列の学院である。 聖公会の牧師である、八代武史女子府により、1963年に、神戸たるみの地に、全日政府通貨の男子校として、八代学院高等学校が創立され、高等学校から大学への7か年一巻の全人教育を理想としている。1968年には、八代学院大学が併設された。1992年、大学の名称変更に伴い、 神戸国際大学附属高等学校と校名を変更した。学校の英語名は、ストリート・マイケル・エス・シニア・ハイ・スクールという。これは、日本の守護聖人である、大天使聖ミカエルであり、創立者、ヤシロ・タケシ女子府の先例名でもあり、本校設立の母体となった、神戸聖ミカエル教会より受け継いでいる。また、キリスト教系の学校なので春には、イースター礼拝。 冬には、クリスマス礼拝がありそれぞれ母教会である、神戸聖ミカエル教会で礼拝を行っている。宗教教育の一環で3年間を通して、週に一度聖書の授業がある。公式野球部ハンドボール部全国高等学校、総合体育大会ハンドボール競技大会その他の運動部吹奏楽部は、公式野球部の県大会以上の大会にはすべて、 同伴し応援演奏を行っている。また、部員数が少ないため甲子園出場の際には、近隣の高校と合同で応援演奏を行った。遠隔神戸国際大学附属高等学校。神戸国際大学附属高等学校。2021年6月19日閲覧。ありがとうございます。